ゲームオフ。はい、どうも、ヤジ D の和田摘です。ということでね、咳をしても一人、緊急事態宣言が発令されてしまったということでね、今回も一人寂しく、言える動画撮っていきたいと思います。前回ちょっとね、ぐだぐだちょっと喋る時間多かったんでね、その辺は編集でババッとカットして見やすい動画にしていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。お互いのデッキをカットアウトシャッフルで、氷結界の紋章を発動、デッキから氷結界のモンスター1体を手札に加えます。氷結界の小魔士を手札に、氷結界の小魔士を通常召喚、氷結界の小魔士に遠征剣ドゥランダルを装備して遠征剣ドゥランダルの効果を発動、デッキから炎属戦士、炎属性戦士属モンスターレベル5以下のモンスター1体を手札に加えて、その後ドゥランダルを破壊します。そして氷結界の小魔士の効果発動、手札を1枚捨てることでデッキから氷結界チューナーを特殊召喚、この効果の発動後自分は水属性モンスターしか特殊召喚できません。今回特殊召喚するのは、氷結界の創生ですね。そして氷結界の創生の効果を発動、レベル3以下の氷結界モンスターをデッキから墓地を送り、レベルを同化させます。この効果でデッキから氷結界の伝道師を墓地を送り、レベルを2にします。そしてレベル2となったチューナー創生と小魔士でシンクロ召喚、レベル6氷結界の子をデュロエン、カードを1枚セットしてターンを終了。あんまり望ましくない初動ですね。でエンドフェーズに墓地に送られた遠征剣、遠征騎士ローランの効果、装備魔法1枚か、炎属性戦士属モンスター1体を手札に加えるので、この効果で次のターンも動けそうな消化騎士エクスパラディンを手札に加えておきましょう。高校デッキのターン、ドロースタンバイ、メインフェーズに入って手札から竜魔道の守護者を通常召喚して、通常召喚成功時効果を発動、手札を1枚捨てることでデスティニーヒーロードロー貝を捨てることでフュージョン通常魔法をサーチすることができるので、この効果でデッキからフュージョンデスティニーをサーチします。この効果の発動後融合モンスターしかエクストラから出せなくなってしまうので、そのままフュージョンデスティニーを発動、Dヒーローモンスターを融合素材とする融合モンスター一体をエクストラデッキから召喚するんですが、デッキ融合もできるんですが、今回はちょっと1枚手札に引いてしまっているので、デスティニーヒーロードグマガイとデッキのデスティニーヒーローブルーディを融合素材として融合召喚、ドラグーン D エンド攻撃表示、フュージョンデスティニーを発動後闇属性のヒーローモンスターしか特殊召喚できないので、このままバトルフェーズに入ります。ドラグーン D エンドで氷結界の子をデュローレンにアタック、1000ダメージですね。リューマドゥの守護者で、ダイレクトアタック、メイン2展開奏者を発動、展開奏者の効果で手札のランクアップマジックアストラルホースを切って、効果で深夜急行騎士ナイトエクスプレスナイトを手札に加えてターンを終了。ドロースタンバイ、先ほど墓地を振られたデスティニーヒーロードロー貝の効果を発動、このカードを墓地から特殊召喚します。そしてデスティニーヒーロードロー貝のさらなる効果、ヒーローモンスターの効果で特殊召喚に成功した場合にお互いにワンドローをすることができます。ドロー、そしてドロー、そしてメインフェーズに入って、先ほどサーチした消化騎士エクスパラディンを通常召喚して効果を発動、できたら
デュアルモンスターか、炎属性、戦士属モンスター一体を装備状態で装備するので、ほぼエクスパラディンに装備され続けているモンスターチューンナイトをここでは普通に装備します。そしてチューンナイトの効果、このカードは装備されている場合特殊召喚してチューナー化をすることもできるんですが、その後エクストラからの展開制限が続いてしまうのでここはしません。そして2体の戦士属モンスターでリンク召喚、聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚します。聖騎士の追走イゾルデのリンク召喚成功時効果を発動、他で、ザ・グランド・ジュピターを手札に加えます。この効果で加えたモンスターはこのターン効果の発動ができず召喚特召喚することもできませんが、聖騎士の追走イゾルデの効果を発動します。第2の効果ですね。デッキから装備魔法2の数だけ送って、送った数のレベルを持つ戦士属モンスター1体をデッキから特殊召喚することができます。で、ビッグバンシュートを墓地を送ってレベル1の戦士属モンスターである遠征騎士リナルドを特殊召喚します。そして遠征騎士リナルド特殊召喚成功時の効果、墓地が除外されている装備魔法か、炎属性戦士属モンスター1体を手札に加えるというクソ強カードなので、この効果で今し型墓地を送ったビッグバンシュートを手札に加えます。そしてリバースカードオープン、リビングデッドの呼び声、墓地のモンスター1体を対象にとってそのモンスターを攻撃表示で特殊召喚します。もちろん氷結界の子デュローレンを特殊召喚、ビッグバンシュートをドラグーン D エンドに装備、さらにメルフィーの隠れんぼを発動します。手札からやりすぎた埋葬を発動、手札コストは先ほどサーチしたザ・グランド・ジュピターですね。で、捨てたモンスターより元々のレベルが低いモンスター一体を特殊召喚することができますので、で後が稼げるローランを特殊召喚しておきましょう。この効果で特殊召喚したモンスターはやりすぎた埋葬が装備されている限り効果が無効化されます。そして満を持して氷結界の子デュローレンの効果を発動、対象はリビングデッドの呼び声、ビッグバンシュート、そしてやりすぎた埋葬ですね。この3枚を手札に戻します。リナルトも手札に、対象にとって手札に戻しておきます。これで、ドローレンの効果で、4枚のカードを戻したので攻撃力が、2000上がって、打点4000と。で、リビングデッドの呼び声はこのカードがフィールド離れると、特殊召喚した、この効果で特殊召喚したモンスターは破壊されてしまうんですが、メルフィーのかくれんぼが発動されていると獣族モンスターは一旦一度効果では破壊されないので、獣族モンスターであるドゥローレンがリビングデッドの破壊から守られて、セルフバウンスされても自壊しない、ということですね。さらにビッグバンシュートの効果が発動します。このカードが、フィールドから離れた場合装備モンスターはなんとゲームから除外されます。墓地に送られれば自己再生できた D エンドが除外されるのは向こうのデッキにとってはかなりの痛手となっていますね。さらに、やりすぎた埋葬は、装備から外れるとモンスターが維持されるだけでなく効果の無効化もなくなるので、セルフバウンスとめちゃくちゃ相性がいいということで、これで、だいぶアドバンテージが取れる形になりましたね。遠征騎士リナルドの効果を発動、フィールドに炎属戦士属性、炎属性戦士属モンスターが存在する場合このカードを手札から特殊召喚して、チューナーになることができますね。そしてチューナーとなった、リナルドとローランでリンク召喚、チューナーを含むモンスター2体でクリストロン・ハリファイバーをリンク召喚、クリストロン・ハリファイバーの効果、デッキからレベル3以下のチューナーモンスター1体を特殊召喚するので、この効果で、アタックゲイナーを特殊召喚しておきましょう。手札から融合のマジックカードを発動、融合するのは光属の戦士属モンスターであるイゾルデと地属性のアタックゲイナー、融合召喚鋼鉄の魔導騎士ギルティギアフリードを融合召喚、このモンスターは、属性異なる戦士属モンスター2体で融合することができ、対象に取る効果が発動したときにそれを無効にし、フィールドカードを1枚選んで破壊することができますので、まあ、ドゥローレンの対象に取る効果とも相性がいいですし、まあ、装備カード、先ほど墓地を送ったローランなんかとも、ね、相性がいいというカードですね。さらに、フィールドのモンスターのみを融合召喚して、融合召喚したこのカードはバトルフェイズ中に2回攻撃することができ、
墓地の魔法カードを1枚除外することで、戦闘を行うダメージ計算時に、守備力の半分アップするので、まあ、実質800アップして3500で、殴りに行くことができます。ではこれでバトルフェーズに入りましょう。4戦となったジュローレンでリュウマドウの守護者を攻撃し2200ダメージ。さらに守備力800のディスティニーヒーロードローガイでドローガイを攻撃、ハリファイバー。そしてでギルディアフリード第1回の攻撃2700、2回目に2700、そして、メイン2カードを1枚セットしてターンを終了。エンド時に先ほど墓地を送られた遠征騎士ローランの効果で敵から装備魔法か炎属性侵蝕モンスターを手札に加えるので、この効果でフィニッシャーの一人であるゴッドフェニックスギアフリードを手札に加えておきましょう。ドロースタンバイ。メインフェーズに入って深夜急行騎士ナイトをエクスプレスナイト、ナイトエクスプレスナイトを、妥協召喚。攻撃力はゼロになってしまいますが、ここで展開奏者の1のリクルートの効果発動。自分フィールドに、レベル10地属性機械属モンスターが召喚特殊召喚された場合に、デッキから攻撃力1800以上の、レベル4、地属性機械モンスター1体を特殊召喚して、無効化される代わりにレベル10となって特殊召喚できますので、この効果で、ブライ特急バトレインを特殊召喚します。この処理終了時にクリストロンハリファイバーの効果を発動。このカードを除外してデッキからシンクロチューナー一体を、シンクロ召喚扱いで特殊召喚するので、この効果でシューティングライザードラゴンを特殊召喚して、シンクロ召喚成功時シューティングライザードラゴンの効果を発動。ここでデッキから遠征騎士モージを墓地を送ることでシューティングライザードラゴンのレベルを3にします。そしてその効果処理終了時、レベル3となったシューティングライザードラゴンにレベル6の氷結界の子ジュローレンをシンクロ召喚、遠征騎士定シャルルをシンクロ召喚で、レベル10となった、バトレインとナイトエクスプレスナイト2体のモンスターでエクシーズ召喚、ナンバーズ35ラベノスタランチュラをエクシーズ召喚しましょう。そしてラベノスタランチュラの効果を発動。このカードのエクシーズ素材を1枚取り除いて、このカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ相手フィールドのモンスターを全て破壊します。破壊されてしまいますね。ナンバーズ35ラベナストランチュラ1体でエクスイズチェンジ、ナンバーズ77ザ・セクミシンです。このターン、戦闘ダメージはないのでこのままターンを終了します。ターン終了時、このターン墓地を送られたブライト復旧バトレインの効果を発動。デッキからレベル10機械属性モンスターを手札に加えます。で、重機化列車デリックレーンを手札に加えます。ドロースタンバイからメインフェーズに入ってリビングデッドの呼び声を発動。対象は氷結界の子をデュローレン。このカードを特殊召喚。やりすぎた埋葬を手札コストゴッドフェニックスギアフリードにとって、対象はザ・グランド・ジュピター。このカードを効果無効にして特殊召喚します。先ほどサーチしたゴッドフェニックス・ギア・フリードがレベル9なので、レベル8のグランド・ジュピターが、蘇生できる手はずがやりすぎた埋葬によって整っているということですね。手札の遠征騎士オリビエの効果を、やりすぎた埋葬を墓地で送ることで発動。このカードを手札からレベル1モンスターとして特殊召喚することができます。そして遠征騎士オリビア1体でリンク召喚、レベル1モンスター1体でリンクリボーをリンク召喚。そして墓地の遠征騎士オリビエの効果を発動。フィールドの戦士属モンスター1体を対象にとって、このカードを装備扱いモンスターで、装備カード扱いで装備します。装備されたモンスターは相手の効果の対象になりません。
さらにシューティングライザーで送っておいた遠征騎士猛獣の効果も発動。そのカードも同じようにフィールドの戦士族モンスターグランドジュピターに装備され、装備されたモンスターは戦闘で破壊されなくなります。そして氷結界の子デュローレンの効果を発動。対象は遠征騎士猛獣、グリングルトの呼び声、そして遠征騎士オリビエ。この3枚を手札に戻して攻撃力を1500アップ。先ほども説明した通り、リビングデッドの呼び声はかくれんぼの効果で破壊されず、墓地ピアラ遠征騎士がついて、それをドゥローレンで戻すことでザ・グランドジュピターの効果発動。手札コスト2枚という重たい制約をドゥローレンの装備から戻ってくるという、この効果を遠征騎士の効果を生かして捻出するというのがこのデッキの目指す動きになりますね。ということで、グランドジュピターの効果、相手フィールドの表が表示モンスター1体対象にとって、その表側モンスターをこいつの装備扱いにすることができます。そしてセブンシンズを装備したジュピターは4000ポイントの打点がアップするということで、6500のグランドジュピターが爆弾、相手のフィールドはガラ空き。このままバトルフェーズに入ってザ・グランドジュピター6500で攻撃。ありがとうございました。いやー、ちょっと今回は手札にハッセル・ラッセルがあったんですけれども、魔法カード、ここに伏せれる魔法カードをね、1枚も引けず、何もできずに負けてしまうという事態になってしまいましたが、ちょっと事故と言えるかもしれませんね。